ハロペコ、今日はですね、群馬県桐生市にありますハッピーさんにやってきました。俺もハッピー。それではメニューを見ていきましょう。ハッピーさんでは焼きそば、たこ焼き、カレーライスなどがあります。店内はテーブル席に小上がり席がありますよ。明るい店内だな。卓上はフィーバー気味です。焼きそば屋さんですがお酒も飲めますよ。まずはこちら、たこ焼き400円です。8個入りで400円です。お得ですよね。大きさは結構小ぶりなサイズです。うまげもちっと。たこ焼きは久しぶりに食べるな。タコいました。青のりが多いので最後は青のりチェックですね。わあ、めちゃくちゃ美味しい。たこ焼きの生地は和風だしの味付けっていう感じですね。これ一口チャレンジ、余裕でできました。生地についてる和風の味付けとソースが美味です。辛麻婆700円です。メニューに辛麻婆と書いてあったんですが、店員さんに聞いたところ、焼きそばの上にこんな感じで辛い麻婆豆腐が乗っかっている変わり種の焼きそばです。どんな味かな。焼きそばの上に麻婆豆腐、これは考えましたよね。麻婆豆腐にとろみがついてますので麺全体に麻婆豆腐が絡まります。うまげ。これはですね、一口食べたら結構辛めなんですけども、味がしっかりしててうまい。基本俺は焼きそばをおかずにご飯は食べないタイプなんですが、これだったらご飯食べられるな。麻婆豆腐が結構辛いので、辛いの苦手な人は辛いと感じるかもしれません。ソースと麻婆も合うな。麻婆豆腐なのでもちろん豆腐も乗っかっています。この麻婆豆腐も普通にうまいの。俺はこちらミックス600円プラス200円で特盛りにしてもらいました。うまげ。特盛りなので量が多いです。ミックスは全のせみたいな感じで、お肉、ポテト、卵が乗っかるような焼きそばになっています。かなり豪華な焼きそばです。湯気すげー。麺は短め縮り麺。ノーマルの焼きそばというのもメニューにあったんですが、ノーマルのメニューはもやしとキャベツのみの焼きそばだそうです。やっぱり焼きそば美味しいな。甘めの焼きそばというよりは酸味が強いようなソースを使用した焼きそばっぽいです。油分もあまりないのであっさり焼きそばはいただけますよ。足利ではあんまり焼きそばにはもやしって入りませんよね。この大きい卵、これは卵好きにはたまりませんね。いつもはチャーシューで麺を巻きますが、今回は卵で麺を巻いてみました。これ完全におむそばですね。うまい。やっぱり卵はどんな時でも最強だよね。うまい。そして肉がでかい。青のりべっちゃり。肉はロースですかね。うまげ。お肉もゴロゴロ入ってますよ。食べ応えのあるお肉でした。あれ、もしかしたらバラ肉も入ってるっぽいな。さらにポテト、これはもう欠かせませんよ。焼きそばにはポテト絶対入ってほしいタイプです。うまい。ハッピーさんはコスパもいいですし、先ほど言ったように焼きそばやたこ焼き以外にもカレーライスなんかもあったりしますので、米欲の人もいいですよ。俺はもっぱら粉物だけどね。焼きそばとたこ焼きで贅沢でした。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のハッピーさん、俺の大好きな焼きそばとたこ焼きが同時にいただけ、ご飯系もメニューにあります。店員さんは神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。